パリメトロ9号線は、オードセーヌ県ブローニュイコールピアンクールのポンド、セーブル駅からパリ市内をほぼ西から東に横断し、セーヌサンド2県、モントルイユのメリード・モントルイユ駅に至るパリメトロの路線、パリ交通公団が運営している。1922年開業。2004年の利用者数は1億1620万人で、パリメトロの路線の中では1号線、4号線、 7号線に、ついで4番目に多く、パリ市内を東西に結ぶ主要路線の一つとなっている。全列車各駅停車で、基本的に途中駅での折り返しはないが、始発、終電の時間帯などには、途中駅発着の列車も存在する。全線の所要時間は、約50分で最短2分、最長10分間隔で運行されている。 およそ朝の5時30分からシニア1時15分まで運行されているが、金曜日、土曜日、祝祭日の前日には最終列車が約1時間遅くなる。MF01 系列車はすべて5両編成で運行されている。なお、将来的に MF67 系はすべて MF2000 系に置き換えられる予定である。また、車両の整備等は、 西側の終着駅であるポンドセーブル駅と引き込み線で接続されたブローニュ車両基地で行われる。ありがとうございます。